西田修吾です。生です。もときもそい。本日、僕らにとって懐かしいちょっと動画にしようかなと。まあ、フィッシャーズはいろんな名動画、まあ自分たちで言うのもなんですけど、生んできたと思うんですよ。フィッシャーズと言ったら何ってイメージって、時代によって変わってってね。そうだね。一番最初やっぱアナ雪じゃない。ああそう、パロディ系動画っていうのが一番最初にこうね、俺らが流行ったところで、そうそうそう、遡っていきますと、フィッシャーズがドンって来た一番最初の俺たちで作ったゲーム覚えてるかな。作ったゲームね。テンション0100。そうなんですよ。そうだよね。あ、一発目はテンション0100%でバカーンって伸びたんですよ、ね、はい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 。いろんなオリジナリティのあるものが生まれてって、フィッシャーズで言うとアスレチック鬼ごっこ、心霊動画、当時クリエイターの中で心霊動画をやるのかやらないのかみたいな選択肢があったぐらいだからね。あったね。あとね、やっぱアニ文字、あれは大人気だね。あれマジ即興なんですけど、アドリブでコントしてくるみたいなやつですね。最初フィッシャーズがね、それこそドンって乗ってきた時期っていうのがもちろんありまして、皆さん今トップ YouTuber と言われてる人にはね、必ずその時期があったんですけど、で僕らのドンって乗った時期特に強くて、2017年ぐらいですかね、から8、9、だいたい2、3年間が強くてめちゃくちゃ、でこの時に1年で200万人ぐらい登録者とか普通に伸びてた、めちゃくちゃ増えたね、時期だったんですよ。勢いに乗った時期にやってたカードゲームがあるんですけど、なんじゃもんじゃっていう、あれ懐かしいじゃん。うちらがなんじゃもんじゃやったおかげでいろんなところで取り上げてくれるなんてね。そうだね。なんか最終的にちょっとコラボみたいな感じにまでだね。なんじゃもんじゃとコラボして、フィッシャーズエディションってのが出たりとか。出た。コラボでもいろんな人とやったりとかね。それこそ草薙さんとかも一緒にやったじゃん。そう。テレビで紹介されたりとかもしたのよ。いやそうそう。フィッシャーズがよくやってるみたいな。俺ハニクロードと対マンしたわ。やったわ。やったよ。あまる。甘く、うん、で、なんじゃもんじゃ、なんと新しいのが出ました。マジで？はい、こちらドン、なんじゃもんじゃデラックスってやつですね。あ、アマグいますよ。新キャラクターが1種類追加されてるみたいです。え、マジ？俺らの知らないイラストがある。へぇー。そう、このゲームどういうゲームかっていうと、すごくね、簡単なゲームで、山札があります。で、そこにね、可愛いキャラクターが書かれてるの。それをめくって、一番最初に出た時にその子に名前をつけてあげます。はい、こういうのね、これがいたら、タラコクシビルみたいにつけるじゃん。そしたら、以降、そいつがバッて、また同じキャラが出るじゃん。それ引いた時に、一番最初にその子の名前を呼んだやつが、そのカードを取れるっていうゲームで、タラコクシビル。そう、あそう、普通に今何と思ったもうなんか普通に悪口言われたんだもん。名前をつけて、次に出た時にそれを一番早く言ったらそのカードを取れて、その枚数が多い人が勝ちっていうゲーム。記憶力ゲームだよね。今までなんじゃもんじゃってバージョンがいろいろあってですね、フィッシャーズエディションに関してはちょっと特殊なんだけど、白と緑ってのはそれどっちもあるみたいな。これじゃあちょっと今からなんじゃもんじゃやっていきましょう。よっしゃ、久々だね、マジで。さよっしゃ、あの新しいキャラクターの名前つけてやりてぇな。ね、命名権欲しいわ。しかもさ、もう俺らさ、あの時なんじゃもんじゃめっちゃやってたからさ、名前覚えてたじゃん。はい、もうさすがに忘れてるやん、ほぼ、めちゃめちゃ濃いやつはさすがに覚えてるけど、アマグとかさっき言ったやつ、めちゃめちゃやってた時はもう前の名前がちらついてしょうがないから超難しいんだよ。そう、それが今はまあほとんどないやろうから、うん、ちょっとまっさらな気持ちで開けます。お、なんか出てきた。かわいい。あ、新しいキャラいる。この子がどうやら新しいキャラみたいですね。かわいい。裏面も全部新しくなってるわ。それスマッシュターカだよな。思い出させんなって。僕らやったことあるから分かるんですけど、白緑混ぜるとめっちゃ時間かかるの。名付ける数多くなるからね。そうだから適当に混ぜていいっすか。あー、前前だね。そんなんでやってくれる、うん、この新しいキャラクターはこっち置いといて、ここで混ぜます。はいはい、ここで混ぜてある程度取ってやりましょう。OK、はい、分かった、うん、名前つけたやつが二度と出てこないとかもたまにある。ありえるありえる。このぐらいでいいかな。じゃあ久しぶりにやりましょうか、なんじゃもんじゃ。いやめっちゃワクワクする。じゃあ楽しみだね、うん、普通に。じゃあなんじゃもんじゃゲームスタート。俺からいきましょう。はい、いきまーす。せーの、ポン。うわー、懐かしい。あ、俺がこれ引いたか。また変なつけんじゃねえぞお前。じゃあいいかな。 OK、 決めました。はい、この子の名前はハッピーリバイバルタオカです。
なげえ。カオかー。なんだそれ。あの初めての名前つけるやつはこっちに行きます。うん、次ハッピーリバイバルカオカが出たら、ハッピーリバイバルカオカーって一番最初に言ったやつがここに溜まったやつ全部持ってけると。うん。うん。それでね枚数が多く取れたりする。最初の方にだから取った人結構有利なんだよね。そうだね。次誰行く？こっちから。そうだね。これでいい。じゃあ俺ね。行きますよ。せーの。こいつの名前は枯れたもです。何枯れたもって。もね。もが枯れてんの、ね。そう。もが枯れてる。もが枯れ。一個前なんだっけ。引くわ。オッケー。なーんだ。はい。ああお前ね。比較的わかりやすい名前にしようかな。こいつの名前はブルーベリーゾンビです。わかりやすいかな。いやでもそろそろもう一回出る可能性あるから。そうそう。いきます。の。あ出なかった。違うか。いや出る。忘れてきた。こいつの名前は風車田島。風車田島ね。名前はやめてくれよ。オッケーオッケー。せおー、新しい。オッケー決めました。こいつの名前は甘えんな真剣ゼミで。うわあ何それ。いやまた角度すげえ。いくか。はいはい。わあ出ない。まだ出ない。新キャラ多すぎる。この辺怖いな。今このつけてる時間はみんなね名前思い出す時間。思い出したいな。マジで覚えてるみんな。オッケー。はい。こいつの名前はハンズアップウェイクアップピーポーで。いきます。新キャラ、やばい、マジで覚えてらんねえ。新キャラ名前グレートサングラスマン。いいねいいね、そのぐらいでいこう。おめえら難しいんだよマジで。せーの。うわ新しい。新規だよね。こいつの名前は涙のデスハンド。なんだサザンオールスターズだよ。涙のキス。よ。うわー新しい。おいマジで。オッケー。この子の名前は木下ゲートウェイです。なんで高輪みてえな。むずっ。イエス。うわマジで。やばいやばいやばい。マジでもうわからないんだけど。そろそろキャパオーバーする。はは。ミッキーいた今。こいつの名前はゲゲ右向きです。いやーあー思い出せそうではあるけど。しかも本人は左向いてるんだよこれ。こいつだ。違う。出ねえわ。妖怪ひげ洗いです。まあ覚えやすいよ。覚えやすい。妖怪ひげ洗い。あこれ洗ってるぞ。いや多分ねそろそろ来る。せーの。うわあ。来ないわ。決めました。はい。こいつの名前は捨てられたコマ。あるからね捨てられたコマ。捨てられたコマ。いきます。ハッピーライオン全部見よ。せーので言ってみる。はい。せーの。ハンズアップウェイクアップピーポー。一応全員言えた。まあ俺以外もみんなだね。うん。山めちゃくちゃ多いから今回だけ3人で山分けするとか。分けるか。そう。そうします。これはどうする。これはじゃあもう一度。そうだね。オッケーオッケー。これ公平だね。公平。あっしゃよかった。アップね。いや全然こいつ頭にいなかったわ。まだチャンスあるから。はいはい。次行きますよ。来てない。来てない。元祖ブスっすね。あブス。こいつの名前はチュッチュファイヤーです。いい結構好き。いいねいいね。チュッチュファイヤー。あ分かりやすい分かりやすい。聞きます。初めてだ、うん、こいつの名前はキモい。キモいね。逆にそんなキモくないから。そうそうごめんなさい。そう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 。せーの。え木下ゲートウェイ。よしあーすげー。よし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 。ゲートウェイしか出てこない。木下ゲートウェイ。これやこれでかいな。やべえやべえやべえ。マジでいい時に木下ゲートできた。やべえマジ。いきます。うスーパー…違う。ハッピーリバイバルタオカ。そうすげえ。そいつよし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 。最初のやつだよね。そうそうそう。危ねえ。いくよ。せーの。え木下ゲートイ。木下ゲートイ。よし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 。木下ゲートイめっちゃ噛むわ。マジむずい。せーの。甘いの真剣ゼミ。甘いの真剣ゼミ。甘えてねえよ。甘えの真剣ゼミ。こんな笑顔で言われてたなこれ。甘えんな真剣ゼミ。せーの。新しいね。いやいた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 。ゲゲ右向き。ゲゲ右向き。覚えてた。危ねえ。いきます。
新しいわ。新入り新入り新入り。多分分かりやすいんでお願いします。こいつのあだ名は両足肌荒れマンデーです。なんで月曜なんだよ。ひげ！あ、よくひげ洗いですか。俺もひげ洗いしか出てこなかった。ひげ洗いです。おやめ。結構難しくなってきた。いきます、せーの。新しい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 。こいつの名前なんだっけ。見返してね、見返して手札見返してね。でも誰だか分かんなくなってきた。取ったカード知らねえやついいんだけど。こいつの名前はようこそスキーウェアです。いいね、好き好き好き。まあ確かに本当そうだよね。ようこそスキーウェア。歓迎してたら。せーの。カルタマモ。まあ知るかな。知るかな。よし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 。せーの。あ、新しいね。新しいよ。あ、新しい。こいつのあだ名はびしょびしょ少女。おお。あ、結構シンプルだ。シンプル。発音もねずいやつやな。びしょびしょ少女。もう正直来ねえと思ってた。忘れた頃に来やがった。いきます、せーの。チュッチュファイヤー。俺チャットファイヤーだった。俺チュッチュファイヤー。チュッチュファイヤー。じゃんけんじゃん。俺できねえんだよ。ビンゴマシンです。はい、数字がでかいやつからもらえると。そう。はい、じゃあ俺からいきます。抽選59。でかいね。でかい。42。48。あ、俺だ。シルクシュファイヤーはシルクのものに。いきます。カタモ。みんな行ったな。また一緒。また俺ら3人行ったな。モトキは6。37。これあるだ。33。やったー。運持ってるな。マジか。せー、妖怪ひげ洗い。妖怪ひげ洗い。ここから。おい、俺妖怪預け洗い。あー、じゃあこっち。あ、俺でいいの？どっち？いや、多分ね、マサイだ。俺、よーし、作者。片車田島。ほんとだ。よし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 。スピーリバイバル田岡と片車田島がいいんだよ。ややこしいよ、マジで。いきます、せーの。はい、ようこそスキーウェア。あー、うぜー。よっしゃー。めっちゃ腹立つわ。ようこそスキーウェア。自分で言っといて。ようこそスキーウェア。え？悲しみのデスハンズ。あー、そうだ。悲しみのデスハンドか。悲しみデスハンド。悲しみのデスハンドか。悲しみデスハンドだと思う。そうだ。悲しみデスハンド。ああ、俺が今頭の中でフリーズしたもん。そうだよね。悲しみデスハンドだよ、ね、よし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 。いきます。せーの、はい、悲しみデスハンド。あ、またもういいよ。悲しみデスハンド言えた。そりゃよしよし。で、うわ、新しい。出てない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 。おぉ、さすがに覚えらんねえわ。やべえ、もうやべえ。でも枚数的にまだ埋まってるからな、新キャラ。全然いる、全然いるね。だってまだ新キャラいないもん。そうなんだよな。今回の新キャラが出てない。そう、ブラックスの新キャラ5人埋まってんのか、やべえな。じゃあこいつの名前決まりました。こいつの名前は謎奉行です。謎奉行。謎奉行ね。鍋奉行的なね。そうそう。いきますよ、せーの。はい、謎。あっちだ。チュッファイヤー。チュッファイヤー。よしよしよし。シュクラはこれ。俺がチュッて言う子のファイヤー。初めて。初めて。こいつの名は This is a Taoka。 またタオカ。またタオカ。タオカフェスだ。おめえふざけんなよ。ちょっと色合い似てたからさ。なんでなんだよ。ザ、あ、 This is a Taoka。 This is a Taoka。 うぜー。いきます、せー。 This is a Taoka。 いや、違う。違う。なんだこれ。新しい。新しい。出てない、こいつ。こいつのあだ名は縫い目どこまで行くん。ツッコミじゃん。名前じゃねえ。いくぞ。はい、せーの。ほい、燃えた。俺っしょ。燃える持ってっちゃった。遊戯王か。燃える持ってっちゃった。いくよ、せーの。新しい。ここで適当なのやっとくか。こいつの名前は Welcome to Tokyo DisneySea。 あーい。 Welcome to Tokyo DisneySea。 絶対いい声で言えないもん。あれ、いい声があってこそだもん。いきます、新キャラ。新しいやつ。新しいやつ来たか。こいつだよ。今日思ってこいつに新しい名前がつくね。なんかあれだな。そうなるとちょっと適当な名前だとあれだな。確かに。大丈夫、これまでの全部適当なやつだから。こいつの名前はザカオ。お、
似てるわ。似てる似てんな。俺も思ったの。似てんな。いや、ザカオだわ。ザカオ。せーの。ザカオ。言えた。シルクだわ。早かった。ちょっと若干山発さ。俺も山発だけど。いや。ザカオ。まあ、そうだよ。まだあると思ってやるか。もう一回くんじゃねえの。いや、俺もあると思う。せーの。ザカオ。マジで来たんだけど。来たね。ダメだ。ザカオ嘘おいしもうザカオ来ないよ。ザカオさようならザカオ。5連続来てもう終わった。新キャラもう終わったんだけどザカオ。もうザカオなんだけど。せーの。ハッピーウェアピッポ。触ったんだけど。絶対言わないよこれ。ハッピーって言っちゃった。せーの。捨てられたコマ。あー、どっちかなー、こっちか。言い終わりはだいぶ早かった気がするね。あー、コマやろ。いきます。せーの、チュチュファイヤーシルクか。よし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 、イオンの早いよ。よし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 、いきます。ブルーベリーゾンビ。あーよし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 、いきます。せーの、謎奉行。あー、謎奉行いったわ。謎いくぜ。せーの、どこまで続くねん、縫い目。縫い目どこまで続くねん。あ、違う。いや、縫い目どこまで行くねん。そうだそうだそうだ、ただ合ってるのよ。しよしよし、やってんの助かった。わかんねえ。ありがとう。確かにそんな感じの名前。多分一番近いのがマセドだから、これはもう俺らのジャッジです。はい、いきます。せーの。うわ、名前つけたよな。これ俺がつけた気いた気はするな。いたいたいた。すみませんでした。違う。 This is Ataoka。 This is Ataoka だ。 This is Ataoka か。わかるか。うぜー。わかんねえよ。いきます。せーの、気をつけてくれ。よし、これ苦手だわ。せーの、キモッ。右耳、ゲゲ右右右右。あー、こっち。よしよしよし、ゲゲ右右。せーの、は、なんだっけ、なんとサングラスやった。スーパー、ウルトラ、違う、アルティメット、グロテスクサングラス、違う違う、グレートサングラスマン。そうだそれだ、グレートサングラスマンだわ。よく思い出したな。なんかサイヤマングレートみたいな。そう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 、あ、違う、グレートサイヤマンだ。サイヤマングレートはこっちですわ。いいよ。せーの、ういブルーベリーゾンビ。同じだ。なんで毎回同じなんだろうね。え、番号は28、26。やった。お前ら苦戦すんじゃねえよ。何をしてないの。お前すごいな。いや、勝ってるね。勝ちまくるね。前輩なんだけど。賭け事やった方がいい。あと2枚だぞ。オッケー、決めよう。いきます。せーの、This is Ataoka。 そうだ。こいつぬるっとすんな。やべ、マジで思い出すね。こいつマジでこいつ一番最後出てこないでほしいわ。ラストだね。いきます。せーの、あ、思い出す、いけんじゃない。いい最後、いい最後です。終了。こいつの名前つけたら俺なんだけどな。お前一回も家にかっぽして一回も出てこなかった。ダーマイ持ってかなくてね。何枚取ったか計算しましょうか。はい、ダーマが取った枚数は13枚。結構言えてたけど単発が多かったね。そうだね、最初取られなかった。シルクの枚数31枚です。おー、めちゃくちゃ多い。半分、半分取ってるくらい。モトキの枚数12枚です。はい、うん、マサイの枚数8枚です。ということで今回シルクの勝利。いやー、いやー、いるの早い。最
ソがやっぱでかかったな。ああ林結構ビンゴで貸し取ってない。とりあえずキモい言えてよかったわ。そうキモい。そうそう誰が誰かも覚えてる。マジでグレートサングラスマンがうざいんだよ。グレートサングラスマンとThis is the Tao か。ザカオ。マジザカオすぐいなくなった。ザカオ3人いるわ。はい、ということで、今回のラジオまた終了でございます。よーすごかった。またいい名前が付けられたんじゃないかな。ね、これマジで何回やっても普通に面白いんだよ。しょうもない。あの簡単なんだよ。そう。ね。回数を重ねると、ね、その度ね、その前の名前が出てくるとか。そうなんだよね。いっぱいやりまくるとマジね、頭おかしくなる。明日やると多分ずっとタオカとタジマしか出てこない。ということで、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。僕らも頭が疲れました、ね、そうね、もう、はい、水が飲みたい。それでは、せーの、アデュー。動画見てくれてありがとう。セガサリツイッターメンストフォアやっても目指せ登録者1000万億でもか。じゃ